末田モデル46の説明をします。このレジスターはスウェーデン製で1970年代に製造され使用されてきたもので、今から50年ほど前のレジスターになります。現在でも使われている店もあります。こちらに展示しています2台は修復したもので、正常に機能するように調整しました。ではレジスターの機能を説明します。こちらが部門合計が取れる部門1から7までと、マイナス取引を集計する8番のボタンになります。こちらが金額キーです。この金額キーはお店によって3桁の場合があったり6桁の場合があったりして、機能を追加削除することが可能となっています。こちらが小計、点検、生産、レジスターロックのキーとなっています。こちらはモーターバーといいまして、部門金額を押した後このボタンを押すと機械が作動して売上が集計されるわけです。部門も金額も押さないで押せば合計または両替となります。この赤いボタンは金額の押し間違いや部門の押し間違いを修正するときに使います。一旦登録してしまった場合はマイナスキーで取り消しをすることも可能です。こちらは売上の明細を印刷する記録紙です。レシートはこちらからカットされて出てきます。それでは使ってみましょう。まず C のキーでレジスターが操作できるようにします。まず部門を押して金額を押します。モーターバーを押します。9950円を1番の部門で登録しました。続いて6番の部門で500円を登録してみましょう。500円の6番の部門となります。ここで売上が終了した場合はサブトータルを押して合計を、レシートが切れて出てきます。マイナスの取引をしてみましょう。6番で500円、100円値引きします。マイナスボタンを押して100円、マイナスは部門8番になっています。サブトータルを取っています。500円引く100円ですから400円です。そのまま取引を追加操作します。1000円、連続取引の場合はモーターバーを上押し上げたまま回数を数えます。例えば3番で500円5個とします。
3番で500円を5回押しましたので2500円、サブトータルですね、トータル500円。では点検を取ってみます。点検は X の鍵を入れて回して押します。点検はあくまでも1日の売り上げの途中経過を見るためのものですから、合計金の中身がゼロになることはありません。次に精算をしてみます。精算は Z の鍵を入れます。押します。ここでモーター場を押しますと精算終了ということで鍵が浮き上がってきます。精算の中身を見てみましょう。点検してみます。売上がすべてゼロになっていることが確認されました。レシートと記録紙の交換方法を説明します。まずサイドのドアを開けます。こちらがレシートです。記録紙はこちらのカセットに入っています。まず記録紙のカセットを開けてみます。鍵がついていますので鍵を入れて引き出します。このようにガイドの外側を通して巻きつけます。レシートはこちらです。セットしてガイドの溝に従って通します。ここにレバーがありますのでレバーを持ち上げます。これで完了です。記録紙はコアの芯が10ミリです。これよりも大きかったり小さかったりしたら使用できません。レシートのコアは17ミリ。これより小さいと入りません。大きくても問題ありません。